動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画のポイントは、手首を曲げること、インパクトの瞬間のラケットの角度、インパクトした後のラケットの返しが重要になります。僕が一番気をつけているところは、インパクトする瞬間のラケットの角度です。サーブ力を上げたい方、一度僕のレッスンを受けていませんか？変幻自在のサーブを手に入れ、勝率をアップさせましょう。最後にチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。